続いては J スポーツですね。担当は渡辺徹アナウンサーです。こんばんは。今週の J スポーツはゲストをお呼びしています。サンフレッチェ広島からこのお二人です。サンフレッチェ広島の佐藤久人選手と前田俊介選手です。よろしくお願いいたします。お願いします。今シーズンの予定していた日程全て終了したんですが、はい、佐藤選手今シーズン振り返ってみていかがですか？そうですね、やっぱり優勝という目標を掲げてシーズンに入ったんで、それを達成することはできなかったんで非常に悔しいシーズンになってしまいました、はい、前田選手はプロ1年目ですけどもどうでした？まあ1年目にしてはまあまあできたかなと思うんですけど、もっと入れれるところで点を入れたいです。高校生の時も J 出場してましたけども、去年との違いってあります？まあ慣れてプロ1年目に挑んだみたいな感じなんで、まあ変わりはなかったですね。そして結果的に最終的に7位という成績のリーグ戦だったわけですが、その成績7位優勝してできなかった悔しさもあるっておっしゃってましたが、はい、7位という成績はどうでしょうか？そうですね、やっぱりまあ、18チーム中の7位っていう成績だけを見れば、まあ、決して悪い数字はないんですけど、やっぱりシーズン前に優勝を掲げていたチームとしてはやっぱり物足りない数字だと思いますよね、はい。まあ、前半戦は2位に浮上したりって、そのあたり優勝争い絡んだことは評価している人も多いと思うんですよね。そうですね、まあ、でも、まあ、最終的な順位が一番大事ですから、まあ、真ん中の時の結果っては何も意味がないと思うんで、まあ、それは選手もチーム全員も理解していると思うんですけど、ね、はい、せっかく今日はお二人にお越しいただいたので、はい、お互いがどう見ているかちょっとここから聞いていきたいんですが、はい、まず佐藤選手から前田選手のことをどう見ているか、まず良いところからお願いします、はいはい、前旬のここがすごい、イマジネーション&ドリブルと書いていただきましたが、これはどういうことですか？いや、もう言葉の通り、はい、本当すごい感性を持った選手なんで、まあ、あと本当ドリブルに関して言えば J でもトップクラスのものを持ってると思うんで、まあ、僕もやっぱ同じフォワードとしてすごい刺激を受けますので、はい、そう言ってますよ先輩が。じゃあ逆にここはちょっとデフォー見て、あ、優しすぎる、優しい先輩ですね。いいこと書いてくれました。優しすぎる。いや本当、まあ俊は誰に対しても優しいというか、本当に裏を持ってない人間なんで、まあ、だからこうちょっと恥ずかしくなったりする部分もあって、まあね、恥ずかしそうな表情が映ってましたけど、ちょっと誤解されがちな部分もあるんですけど、本当に根はいいやつです、ね。はい、前田さん好感度アップしてます。いかがですか？ありがとうございます。どうですか、1年目で成績が5ゴールということなんですが、一番印象に残ってるゴールって何でしょうか？やっぱ新潟戦のゴールですね。これ5試合のゴール全て見ていただくんですが、これが初ゴールの東京ヴェルディ、そして次が右足で決めた大宮、そして鹿島と続いていくんですが、なんで新潟戦なんですか？これですね。これじゃないですか、はい、これが鹿島戦ですね、はい、新潟戦の理由はこれです。これです。佐藤選手からのアシストでヘッドで決めたゴールですね、はい、やっぱこういう泥臭いゴールが欲しくて、そういうゴールが決めれたんで。前田さんとイメージ的には足元のプレー非常にうまいな、そのイマジネーションじゃないですけれども、はい、そういうイメージあるんですけど、泥臭いゴールが欲しかった。はい、やっぱり久さん見てて、まあ刺激を受けました。見習うべきところ、はい、そうやって泥臭いゴールでもやっぱり結果をこう積み重ねていきたいっていう。そうですね。今シーズン成績見ると5ゴールでうち3ゴールが決勝ゴールなんですが、そのあたりは勝負強さあると思うんですが、まあたまたまだと思いますと言ってますが、いや実力です。はい、本当にいいところで決めてくれるんで、はい、本当チームとしてはすごい助かってますよ、ね、はい。じゃあ今度は逆にいいですか、はい、佐藤選手をどう見るかを出していただきましょうか。まずいいところ、ここがすごい、動き出しと点を取るところ、はい、やっぱり、はい、ああいう泥臭いゴールとかも決めるのもやっぱ動き出しがいいんで、
っぱりそこの位置にいてるっていうのがすごいと思います。日本人得点王の称号を持ってますもんね。はい、逆にじゃあここはちょっとというところは親バカ、はい、どういうところで感じます？ちょっとバカっすね。バカですか？そういうところはマジでバカっすねと言ってますが、後輩から。いややっぱり子供は可愛いですからね。可愛いですよね、はい、しょうがないです。以前ね、はい、出ていただいた時にもレオト君に出ていただいたんですけれどもね、はい、さあ、日本人得点王の称号を持ったんですが、どうでしょうか、こう僕が一番こう印象に残っているというのは、こうもちろんゴールの数もそうなんですが、うん、サポーターの心を掴んだんじゃないかなと、移籍1年目ですけども、そんな気がするんですが、うん、そうですね、やっぱり、まあ、選手だけでやっぱり試合というのは戦えないし、やっぱりスタジアムに足を運んでくれるサポーターと選手が一体となってやっぱりあの勝利のために戦わなければいけないと思うんで、まあ、そういう分ではそういうのをあの少しでもあのサポーターに分かってもらえたんじゃないかなっていうのがあるんで、まあ、非常にそれは嬉しいですよね。どうですか、18ゴールで日本人得点王っていうのはどうですか、実際は。まあ、僕個人が決めたっていうよりか、やっぱりそういうチャンスをチームがあの作ってくれて、最終的に僕がそれを決めるっていう仕事をしてるだけなんで、本当チームメイトに感謝したいですね。さあ、それでは来シーズンの抱負を、もうちょっと時間がなくなってきたんで、はい、目標ですかね、フリップに書いていただいたんですが、はい、ちょっと出していただきましょう。まずじゃあ前田選手からいきましょうか。来シーズンの目標、ちょっとボケてくれましたけどブルワの免許を取るサッカーじゃないんですね。はい、やっぱり来年はここを重視に頑張っていきたいと思います。サッカーの方はないんですか？サッカーはもちろんもう分かってることなんです、みんなが。サッカー以外では車の免許を取る、はいはい、やっぱりこれがないとやっぱり練習にもね。そうですね、うまくいかないですもんね。やっぱりね、移動が必要ですからね。そうですよすいません、うまくフレーズに。じゃあ佐藤選手にバチッと締めていただきましょう。佐藤選手の2006年の目標、旬もこれを持ってると思うんですけど、はいはい、優勝ですよね、はい、優勝するぞっていうことで、やっぱり、はい、まあ、僕ら選手だけじゃなくて、まあ、あのサポーターとか、まあ、メディアの人とかも全員ひっくるめて、もう全員で優勝を勝ち取りたいと思いますよね、はい、そういう、まあ、メディアの方入れていただいたら非常に嬉しいですね、はい、本当にこう広島のサポーター含めてみんなでこう掴み取りたいですよね。そうですね、本当広島に優勝カップを持って帰りたいですね、はい、和田さん、最後に一言締めていただけますか？応援よろしくお願いします、はい、ということで今日のゲスト、サンフレッチェ広島から佐藤日立佐藤選手と前田俊介選手にお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。やっぱりピッチに立っている時の表情と私服になってスタジオに見える時っていうのは表情違いますよね、はい、ね、なんかとっても親しみが湧きますよね、もうちょっと親バカぶりの話に突っ込んで聞いてみたい気もしましたけどもね、はいはい、ぜひ、次こそはね、優勝を公言通りですね、果たしていただきたいと思いますね。ますますこう広島を熱く熱く盛り上げていただきたいと思うんですけれども、私たちも応援していきます、はい、明日はですね、もう